臨床とセミナーは違うんだよってお前はまだ経験がないんだから言う通りにやるべきだろうみたいなことを言ってくるわけですよねこの臨床とセミナーは違うんだよって言われると僕はですね当時やっぱり経験がないわ分かんないわけですよ正直に今までの経験が全くない状況でやっぱり革新的なところは持てないわけですよねやっぱりこの職場で何年も働いてる先輩からそういう風に言われるとああやっぱそうなのかなって思うわけですよそれはね それはままああ説得力もありますただやっぱりずっと違和感はあってそんなことないよなっていうのは常に思っていて他の先輩にはい今日はですね脳卒中肩ま痺筋緊張が上がるから筋トレダメって1年目の頃言われた話ということでやっていきたいと思いますで実はこちらですねインスタの方に投稿したらいいねが126ついて、まあ、非常にいろんなリアクションもらえたんですよねでいろんな方に見ていただいて結構反響あった投稿なんですよ なので、まあ、今回ね YouTube の方でもじっくりと解説していきたいと思うんですけれどもこれね、まあ、僕1年目の頃の、まあ、オブラートには包んでますよオブラートには包んでますが1年目の頃こういった経験あったよっていう、まあ、体験談になっていますワニちゃん書いたんですけど、まあ、こういうねちょっとね目つきも悪いしなんか態度も悪いし威圧的だしみたいな先輩いたんですよ でまあ、僕が、まあ、1年目の頃ですね、えー、1年目の5月に初めて新刊を持たせていただいてその方が農卒中の方でその指導係としてついてた先輩がこのワわ先輩なんですけれども、まあ、その中でですね、えー、まあ徐々に独り立ちというか、まあ、僕も介入する時間もあるんですよ。そんな中でまた勝手に歩行訓練やってたなとかまだ早いって言っただろうとか 筋緊張が上がっちゃったらどうすんだよみたいな話をよくね、この人に残って言われてたんですよ。で、僕としてもまあ、で1ヶ月、2ヶ月、右も左も分からないっていう状態だったので、まあ、すいませんと、その場では言ってたんですが、ただですよ、これ、筋トレはダメだって意味わかんないですよね、正直ね。まあ、この先輩はよく麻痺がある人に筋トレしちゃダメだ。筋緊張が上がるからダメだと。 で歩行訓練よりもまずはベッド上でしっかり作れって何度も何度も言ってきたんですよね。で、まあ、この人が言うこの歩行訓練よりもベッド上でしっかり作れっていう意味はおそらくまあプラットフォームに患者さんを寝かして、まあ、RM だとかファシリテーションだとか。 まあそういうのをじっくりやっていくっていうことだと思うんですよ。まあ、現にね、この先輩はそんな感じで、えー、介入してました。プラットフォームに寝ていただいて、で、まあ、ファシリテーションってやつですよね。今ね、あんまりどうなのかっては思いますけれども、まあ、その当時はですね、こう、髄性をどん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 上げていくのを中心に、まあ、このワニ先輩をやってたわけですよ。まずは髄性を上げていくとで。ファシリテーションしていくと。まあ、そこからやっていかないといきなり歩いちゃダメだよ。 いきなりなんで歩いいててんのっていうのっうをよく言わわれたわけですよ、ね、ですねも僕自身はやっぱりこうセミナーとか出てるわけですよ。文献読んだりとかセミナー出ていると筋トレはダメだなんて一個もないしましてや歩行訓練ダメなんて誰も言ってないわけですよむしろ歩行訓練積極的にやんなきゃダメですよって言われてるわけですよね。そんな中でまあ職場ではこのワニ,ワニちゃんにサンタンサンタンバーバーバー言われてたっていうのが僕の1年目の頃になってますわけなんですよね。 でまあ、当時はでもとはいえやっぱり僕も1年目で1年目の4月とか5月なので、まあ本当入職1か月2か月ですよね右も左も分からないしねでこのワニ先輩はこういうふうに言うわけですよ臨床とセミナーは違うんだよとでお前はまだ経験がないんだから言う通りにやるべきだろうみたいなことを言ってくるわけですよねこの臨床とセミナーは違うんだよって言われると 僕はですね当時やっぱり経験がないので分かんないわけですよね正直ね、まあ、皆さんも経験ないことって分かんないじゃないですかまあいろいろ学んでますよ学生の時にね教科書で学んだりとか実習に行って学んだりしてますけどとはいえまだ1年目の4月5月右も左も分からないで担当もしたことない初めての担当でこれからまあ今までの経験が全くない状況でねっ こうやっていくってなるとやっぱり革うんな中でやっぱりこの職場で何年も働いてる先輩からそういうふうに言われるとああやっぱそうなのかなって思うわけですよそれはねだって何年も何年もやってる年上の先輩がそういうふうに言ってくるわけですからそれはまあ説得力もありますよねうん。ってなると僕は何とも言えずになって いました,ただやっぱりずっと違和感はあって、まあ、そんなことないよなっていうのは常に思っていて他の先輩にちょこちょこ相談とかはしていましたけどねで、まあ、こんなふうに言われた経験があるんですけど今聞くとちょっと信じられないですよねね、うん、今ありますこんなことちょっと衝撃的じゃないですかねまあ10年ちょっと前とはいえやっぱこういうことあったんですよ高圧的でね で今でこそだいぶこの理学,理学療法士の PT 業界っていうのはだいぶこうホワイトになってきたのかなって思いますけれどもまだまだちょっとね体育会系気質というか先輩が言ったことは絶対だよみたいな気質ってちょっとどっかしらに残ってたりするじゃないですか僕本当そういうの嫌いなんですよねうんだこういう経験してるからやっぱりなんかこう間違ったことをねこう堂,々と堂々と堂々と言ってくると。 もうこれ、ね、本当にいろんな人に大迷惑かけてますよね。うん、で、まあ、やっぱり当時、とはいえですね、この先輩がじゃあ、うん、どうだったのかっていう話になりますけれども、とはいえ当時も脳卒中ガイドラインっていうのはあったわけですよね。で、この脳卒中ガイドラインの中でも歩行とか立ち上がりっていうのは、まあ、別に当時から推奨されていたわけですよ、うん。ガイドラインでですよ、ガイドラインね。 がそのプラットフォームでえーしっかり作ってからやっていくっていうのが主流だったわけではなくてこういった早期から立証して立ち上がりや歩行練習は可能な限りやってった方がいいよ量的にもやってった方がいいよっていうのは普通に言われてたことなのにもかかわらずその先輩はいやダメだと歩行訓練は早いとか立ち上がり練習はまだやっちゃダメ筋トレをやると筋緊張が上がるとか。 まあそういった話を散々してきたわけですよね。これなんだなんなんだってなると、もう結局これなんですよ。知識がないですよ、その人、やっぱりね。全然学んではな,ないわけですよ。知識をアップデートしてない、うん。アップデートしてないというか、そもそも学んだ経験がないのかもしれないですよね。うん、だっておかしいですもんね。やっぱそんなことを後輩に堂々と指導するというのはね。なので、やっぱりそんな先輩にならないために、 しっっかり学んでいいく必要があるなっていうのはやっぱりこの時強く思いましたね、まあ、その当時僕はいろんな先輩がいたんでやっぱりセミナー行ってもそんなこと言ってるところは一個もないしやっぱり文献読んだりいろんな本を確かめてもそんなふうにプラットフォームで寝る時間が長い長いっていうのがいいっていうのはどこにも書いてなかったんでまあこれはいろんな先輩をどりながらこの時はねなんとかなったんですけどそれにしても僕の環境がね そういういいい先輩が周りにいなかったらもうそのまま潰されてた可能性もあるわけなんですよね。でこれな誰が一番困るってやっぱり患者さんが一番困るわけですよね。患者さん何も分かんないからそうやって、えーね、理学療法士に言われたらああそうなんだなって思っちゃうわけじゃないですか。なので、まあ、そういう人をね少しでも減らすためにもやっぱり日頃から知識は最低でも学んでいかなきゃいけないしそういうわけの分かんない指導を分かんないならもう指導しない方がいいと思うんですよね。 いま、ね、だに結構いますよ、ね、やっぱりね、後輩指導が好きな、あなんかちょっと、あんまり知識ないけど、後輩指導が好きな人ってね、だからそういう問題を起こさないためにも、やっぱりある程度ね、知識を磨いていくというか、自己検査をしていくっていうのは、やっぱり理学療法士としては、やっぱりやっていく必要があるのかなというふうに思います。で他の動画ですとね、こちら。 まだ筋トレすると形式が悪化するとか言ってるのっていう動画あるんですけど、こちらでもね、そんなような話してますので、まあ、よかったらですね、ちょっと見ていただけると嬉しいなと思います。まあね、ほんとこういうことはね、ないようにしたいなと思いますね。日頃からね、僕自身も含,含めて、やっぱりこう、ちゃんと自己検査して、えーねし、常に、まあ、科学は反処可能ですから、まあ、これまで信じてたことがね、覆る可能性だっていくらでもあるので、やっぱり常にね、学んでいくっていうのがあ大事だと思います。 というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼いたします。